はい皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。はい今日はねあの先日わざわざ私の自宅まで届けていただいたひたてさんからいただいた、はい、オリンパスの OM-1 私が欲しかったマニュアルアダプター付きのあのカメラですね。えー、こちらの えー、モルト交換をしようかなと思って、えー、動画を作りました最後にあのーえー、このカメラで撮影したあの動画のご紹介をしたいと思います、はい、ということでまあ大体なんですけどえっ、ー、とモルト交換はね正直あのー、やればやっただけね、あのー、上手になりますよねなので えー、失敗を恐れずにあのモルト交換はねどんどんした方がいいと思います私もねえっ、ー、ともう何,何,何十台も何百台も <laughs> やって、えー、いっぱい失敗を繰り返してやってますので要はモルト交換で綺麗に入れるとかっていうことも大事なんですけどもそれよりもねあのいかに 光量漏れって言って、えー、とフィルムにあのカメラの内部から、えー、と光が入り込まないようにということなので、えー、と上手下手っていうよりはあの光が入り込まないようにするにはどうしたらいいかってことだけ考えればいいような気がしますね。最初から上手にでできるはずはずないんです。 でまあちょっと余計なお話をするとねあのカメラ製カメラを整備するだけでモルト交換をするだけでもうそれだけで満足してしまうカメラもやっぱりあるんですよね。あの自分の手によってあみ蘇ること。 でそれでもう満足してしまうっていうこともやっぱりあるんですね。なので、あのー、それもやっぱりフィルムカメラの楽しみ方じゃないかなと思いますね。さて、うん、オリンパスはね、結構ね、あの難しいんですよ。オリンパスは、えー、とカメラのモルト交換としては難易度は高い方だと私はね、今の経験から思いますね。 どこが違うかっていうとここがねこ,ここの部分が曲がってるじゃないですかなおかつ、えー、とモルトの張る部分がちょっと狭いんですよねあのモルトの溝が狭いんですよなのでちょっと難しいですでも今までね交換してきてえっ、ー、と 自分のカメラで氷漏れをしてあの映らなかったっていうことはないので多分ねあの大きな失敗はないんじゃないかなと思います。皆さんはモルト交換は好きですかねあの整備が好きなあのフィルムカメラファンの方と もう一つはねあの整備は <laughs> 苦手だけどあのフィルムカメラ好きだっていう方といら,いらっしゃると思いますけれども私はどっちも楽しめるのでなのであのハードオフジャンカーリサイクルショップマニアなんですね。ということでちょっとねあのいよいよ細かいところの作業に入るので何をするかっていう眼鏡外すんですよね。 私すあの極度の金眼なのであの今思うとね極度の金眼って良かったなと思いますよねだって眼鏡外すと見えるんですからね <laughs> でここのモルトのねあの なんていうか幅,幅とか、えー、溝に対しての押し込み落とし込み方ってあの慣れてくると慣れてくればくるほど上手になってくるんですよね。もう最初はねあの裏返っちゃったりして。うん あとで蓋を開けたらね一緒にあの蓋がボルトも取れちゃったなんてことはよくあったんですけども、うんまあ、こんなふうに。 ねえ、特にここここのところがねここのところが難しいおおすごいうまいじゃないですか上手ですよこれ見てくださいこれ <laughs> 一発でいけたってここまでここまで一発でいけるって結構すごいことなんですよ。 今ね私の住んでいる基礎ですけどもあの新緑がね深まってねすごい綺麗ですよ本当にでこれからねあのこのモルト効果の後に見ていただく松本のねあの松本城の近くの縄手通り真夏なんですよ8月の、えー、と写真なんですけど。 ものの見事に、ね、真夏の絵なんですよね。真夏の光が、えー、とフィルムで表現できてるんですよ。しかもあのコダク・ゴールド200号を使ってるんですけどもなんていうのかな何の作品もなくあの夏だなって感じる写真が撮れてるのでぜひね あの皆さんもねあのフィルムカメラのねあの、えー、っと写りっていうのを何もあのえー、っと現像し,てした写真を当時はね多分ね えとエプソンの、ね、フィルムスキャナーで、えー、スキャンし,て、えー、しただけです。何もあの手を加えてない写真だと思いますので、えー、とご覧いただいて、えー、フィルムカメラのうちをあの見ていただけると嬉しいなと思っています。 本当にね、本当に嬉しかったです。この下,下手さんに頂い,いた、あの、オリンパス OM10 のマニュアルアダプター。これね、マニュアルアダプターの方が、カメラより高いんですよね。しかも、私が住んでいる、この田舎,田舎までね、わざわざ届けてくれた。 こ,こんなことってある <laughs> ありますか <laughs> ね本当にあの YouTube によって本当に皆さんとねつながりができてあのフィルムカメラやっててあの YouTube やっててよかったなーって本当に思いますねこれちょっとモルト いかなこっちも細いかなえっ、ー、とモルトのね端くれがあるのでそれもちょっと利用しながら皆さん競って来たことありますか信州の競ってあの基礎別に歌われるように 基そうな中のなあ長野にさん基その御嶽さんはなんちゃらほい夏でも寒いよいよいって言う歌の通り本当にあの田舎なんですよねぜひまだ来たことのない方は基礎の方に えー、生きてていいただいてそしてあの <laughs> 基礎のねあの美しい自然特に私がおすすめするのはあのアてら渓谷なんですけれどもアてら渓谷それから、えー、赤沢渓谷赤沢自然休養林、えーね、妻子塾奈良井塾 えー、孫塾これ長津川市ですけども、えー、以前はね、えー、長野県でしたので奈良井宿馬籠宿妻籠宿それから、えー、御嶽山の麓ですね本当にあのえー、と撮影スポットにはね事欠かない場所なのでぜひねあのいらっしゃっていただければなと思いますまあ残念ながらいつもいつも私が基礎にいるかっていうとそうじゃなくて ほとんどほとんどほぼほぼ基礎に基礎の中で仕事をやっていないのであのいないんですけれどもあの基本的にはもういつも毎日ね家に帰ってからえっ、ー、と仕事にあの出かけてますのでまあ なかなかねタイミングが合う,合うかどうかはと,と,ともかくとしてあの基礎の方においでいただければいいかなと思います。ね、以前もお話ししたようにできればねいつかね皆さんとお芝いをどこかでできたらいいなと思いますけどさすがにね基礎に皆さんに来てくださいという。 言えるような場所交通の便利からしたらね、えー、電車は2時間に1本ですしあのなかなかね言いづらいんですけれどもあの以前私あの私の家のすぐ近くの、えー、と場所で、えーまあ、歩いて5分のところでねあのフィルムカメラの。 写真展を開催したら、なんとね、本当に、えー、岐阜県とかねあの片道何時間もかけてわざわざ、えー、写真展にいらっしゃっていただいた方もいらっしゃるのであの、まあ、いつかねそういうこともやってみたいなと思っています。 で基本的に私はここはどうかなこれねこれ多分ね変えなくてもいいような気がするんだよなここのところって一応ダンパーになってるみたいここでここダンパーになってるみたいなんで多分変えなくても大丈夫じゃないかな えー、はいということで今モルトの交換が終わりましたでファインダーはどうかって言って覗くとうんファインダーにはねちょっとねえっ、ー、と今やってしまったのでえー、とちょっとファインダー清掃をしますね はい、えー、ということで、えー、モルトの交換をが終わりました、えー。つけるレンズは今日はね、あのこれは、えー、皆さんからね、非常にいいレンズと言われている、えー、28mmF3.5 ですね、はい、これを、えー、入れました。で はい、電池入ってるので、えー、とスイッチをオンにして明るいとこを向けると、はい、シャッターは早く切れます。で暗いところを向けると、はい、<laughs> ちょっと遅いですね。ということで、はい、無事に、えー、今日はモルト交換をしました。 まあいろいろねあのフィルムカメラの話をしながらあのモルド交換の式をご覧いただいたんですけれどもあのフィルムカメラの楽しみ方って皆さんの楽しみ方また教えていただきたいんですけど私はねやっぱりフィルムカメラの楽しみ方の一つとしてはやっぱりあのこういうふうにあのまだねあの人の手で整備できる 余地があるところがあのフィルムカメラの楽しみじゃなないかなと思うんですよね。これがもう今の、えー、とミラーレスというかデジタルカメラになるともう、えー、と手の届かないようなあのものなので例えばレンズにカビがあってあのフィルムカメラのマニュアルレンズだと場合によってはバラ、えー、してカビを取ったりね ヘリコイドグリスを塗ったりとかいうことを私はヘリコイドグリス塗れない,塗れないんですけど、えー、できる方いらっしゃると思いますけれどももう今まねあのこの間もこの間じゃないこの間って私のこの間っていつかって言ったら5年ぐらい前なんですけれども、えー、ソニーのアルファ a マウントのレンズをねあの修理に出したら、えー もう、なんていうかなユ,ユニット交換になってしまって、えー、カビをらばらして取るんじゃなくてもういきなりあの、えー、部品交換になっちゃうんですよね。なのでそういうそういうことじゃなくてまだ人の人のねあのあの。あの 手のかけられる余地があるというのがこのフィルムカメラのやっぱり魅力じゃないかなと思います。はい、なので、えー、フィルムカメラの楽しみ方ってねあのいろんな意味でねあのたくさんあると思います。ということでね今日はね <laughs> もうねこのカメラ、えー、もう間もなく実戦投入する予定 なんですね <laughs> で、えー、その時のために <laughs> 何をこれこれつかないのかなあの自分自分なりにあの楽しくなるようなあこれあこれつかないんだね楽しくなるようなあの えー、カメラ作りをすることってすごくあの楽しいじゃないですか、えー、自分のオリジナルあこれ入らないんだあ入るかあ入るかあ入んないないないあどうだあダメだ,だねこれねこれちょっと無理ですねでこのマルカンって <laughs> あのオリンパス独自なもので本当はすごく大事なものなんだけれども えと一回ちょっと外,外して、はい、三角形になるのオリンパス丸ンなんですよね外して <laughs> せっかくねあの日立さんにつけていただいた丸ンちゃんとあの別で保管しますので一回外してよいしょ 私この今使っているペーパーナイフよく使うんですけどこれねもう30年以上私の相棒なんですね30年じゃなくて40年くらいかな相棒なんですけどこれでねえっ、ー、と丸カンもう一回外してこれはこれで きちと撮っておくんですけれども、えー、と撮影する時にあのよく使うあのお気に入りのスタラップがあるんですよ。これねこれどこかの、ね、中古で、えー、と購入したあの 何て言うのこれマニュアルアダプターってね、こういうふうに取れるんですよね。こういうふうに取れるんですよ。これ、ご存知じ,じゃない方でいらっしゃるかと思いますけど、で、こういうふうに差し込むんですよ。で、なので、あのマニュアルアダプターだけでも高く売ってます。で、この、えっ、ー、と、お気に入りの。 ラップをつけて <laughs> 長々とねベラベラ喋りながら <laughs> 動画やってますけどもしね皆さんよければね一緒に皆さんのお気に入りのねカメラを手元に置いてあの動画見ていただければと思いますけれどあの よなよな私のねやっぱり気分転換 <laughs> ねさっき言った <laughs> 私のえー、なりわいとはねまっ全く違う <laughs> あのところでねあの違うからやっぱりいいんですよね違うからいいやっぱり趣味っていいですよねで全く関係のない人とつながれるからあ YouTube ってやっぱり楽しいんですよねえー、とはい。 こんんなな感じになるんです、はい、これで、えー、臨戦態勢が取れました。これで、えー、本当にねあのスナップ写真、えー、撮りに出かけられる、えー、形になりました。あのー、皆さんからねさまざまなコメントをいただきます。皆さんのねあのやっぱり価値観は違うので。あのー <laughs> いやわ私はそうは思わないっていうコメントでも構わないので皆さん是非ねこれからもねたくさんコメント頂い,いてでで,で,できればあのあの自分自分の意図と違ってもねあのいいねボタンを押して頂くとあの YouTube を作る上でねすごくあの励みになるので、えー、是非いいねボタンを押して頂ければなと思います、はい。ということで今日ご覧頂い,いたように 長時間にわたってモルトの交換をさせていただきました。この後ね、あのえー、スライド動画を流します。えー、2014年の8月、このオリンパス OM10 で撮った、えー、フィルムは、コダックゴールド200ですね。えー、松本市の生手通り商店街。えー え俗になんだらカエルがねあの象徴的にカエル神社なのかなカエル商店街なのかなと言われるところの動画を配信させていただきますぜひあの最後までご覧いただいてあのフィルムカメラのあの映りってやっぱりね。 あのいいなと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。えー、レンズはね、おそらく、えー、このもちろん 28mm じゃなくて、えー、50mm のおそらく1.4、14使ってるんじゃないのかなと思いますけれども、えー、ご覧いただいて、えー、コメントいただくと嬉しいです。はい、それでは、はい、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。この後スライド動画、ぜひ引き続きご覧ください。さよなら。